ベリーエイコールルイコールビュイッソン、または、ベリーエイコールルイコールビュイッソンは、フランス、イルド・フランス地域圏、エソンル圏のコミューン。パリを取り巻く、有数の環状地帯であるクーロンヌの一つ、オードセーヌ圏と接し、社会的にもパリに近い。ベリーエイコールルイコールビュイッソンは、すでに18世紀から、県内の森で歴代のフランス王たちが狩猟をしてきた、ことで、強化されているが、 現在は首都や田園の特徴を持つビエーブル川谷への入り口であるまさに緑の灰であるベリエールの森があることでパリ市民に知られている。園芸会社であるビルモラン社の創始者ビルモラン家が選んだ土地であるため園芸学や植物学の分野でも有名である。この豊かな一族は町にビルモラン樹木園を作り1960年代に 重要な都市化が進んだにもかかわらず、樹木園は地域圏の自然保護区となり、樹木園の町という称号を残した。エソンヌ県北部に位置し、全体が完全にパリ都市圏に統合されている。かつては州であり、現在は自然上の地方区分であるユルポワ地方の中心に位置している。その面積は西側を基盤として、 東側に突き出た三角形の形をおおよそなっており、総面積のうち54%は未だ農村地域とみなされ、重要なベリエールの森に覆われている。都市部は、コミューン面積の東半分に集中し、川が境界となって南側から切り離している。コミューンは、自然界における境界となる三つの河川のほとりにある。南から、東のビエーブル川、西のシグリー川、 北東のゴデ川である。17世紀のカッシーニ地図に登場するベリエール。ベリエールの名は8世紀、サンジェルマンデプレ修道院の子孫として初めて引用された。11世紀にはバードレリー、1027年にはベイツリー、13世紀にはビートレリーとして進化し、1236年にバーリアス、15世紀初めにボアリアーズとなり、16世紀には 現在の名称になった。フランス革命後の1793年、単純にベリエアーズの名でコミューンとなったが、ルイ14世時代にはすでに言及されていたという重要な森林にちなんで、1801年にアクサングラーブとル・ブイッソンが追加された。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。